賞第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会男子団体第1位東海大学第3高等学校西洋スタイル平成27年1月11日長野県柔道連盟会長村山です。見事全国大会男子の部で優勝を決めました東海大さんの小林監督です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ズバリ今の心境どんな大会でした？やはり、一番の山だと 思っていた松本大地さんと、接戦になり、正直ちょっと疲れました。いや、準決勝の松本大地戦は、松本大地の木崎選手が本当流れをちょっと変える瞬間もあったりとか、もう一歩も引かない好試合でしたね。はい、接戦になるだろうなとは思ってたんですけど、たまたまこっちに、勝利の女神が微笑んでくれて、ほっとしてます。決勝の佐久長聖戦はいかがでしょうか？佐久長聖戦はもう本当伸び伸びと子どもたちが、やったんじゃないかなというふうに思います。全国大会、この後ですね、長野県代表として、本当に放送をご覧になった方はですね、目にしたり耳にしていると思うんですが、日本一を目指すと、もう小林監督から力強い言葉がありました。今のお気持ちをお願いします。はい、長野県代表で全国に出させてもらいますので、やっぱり私たち一生懸命柔道をやっても全国で勝ちたいということでやっているので、また子どもたちと一緒に夢を追いたいと思います。小林監督、本当におめでとうございました。ありがとうございました。第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会、見事女子の部で全国大会の切符を手に入れました松尾学園山口康史監督です。おめでとうございました。どうも、皆様のおかげで優勝できました。ありがとうございました。今大会振り返っていかがでしょうか？はい、小さいチームでありますので、本当に、一つ一つ の試合がやはり苦しかったですね。でやはりそのやっぱりミスを少なかったということが良かったんじゃないかなと思っております。3月20日、3月21日は日本武道館で試合もあります。全国大会の意気込みをお願いします。はい、全国大会では、出る以上は、上位を狙ってですね、一つ一つをしっかりと勝っていきたいと思っております。小さいながらも、旋風を巻き起こしたいと思っておりますので、そのつもりでいきたいと思っております。おめでとうございました。はい、どうもありがとうございました。第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会、日本武道館への戦いが繰り広げられました。佐久長聖高校は男女ともに決勝に進むという偉業を成し遂げました。お隣には青木和人監督に来ていただいています。青木監督、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。今大会、残念ながら全国の切符は手にすることができませんでしたが、今いかがでしょうか？そうですね、もう悔しいという気持ちだけですね。本当に男子女子、決勝まで上がってですね、本当に頑張ってくれたんですけれども、一歩及ばずというところで、本当に 2つとも決勝で負けるって本当に悔しいですね。本当にあと一歩でしたが、本当に2年生のまずこのビッグタイトルっていうのが春の選手権になりますけども、夏にはやはりインターハイ、もろもろ全国大会も控えています。これから佐久長聖強くなりそうですね。そうですね、毎年ですね、夏の調整と今言われているぐらいなので、あと半年ぐらい弱ありますので、今日の試合本当に良かったので、
まあ、その気持ちを忘れずにですね、夏戦っていけたらと思ってます。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。どうもありがとうございました。